クリップの性能を生かしきるになって、どちらかというと自分のファイト力も押し切るようなやり方するのがいいですね。スペシャルゲストお疲れ様です。本日の、スペシャルゲストはへしこさんです。お願いします。お願いします。いやー予想できなかったでしょ。ちょっと一回じゃあ初めてだと思うから自己紹介お願いします。2002年4月9日生まれ、B 型ですけど自分は A 型だと思ってます。谷口です。お願いします。どういうこと。へしこさんです。どういうことそれ。すごい自己紹介。予想できなかったでしょ。おい絡むな絡むな初手から。いやーちょっとガチ予想するか。ちょっとスペゲスさんの方もお願いします。1位から10位。1位から10位で、はい。多すぎない。大体すぐ3位までくらいじゃない。10連単10連単倍率えぐいよ。1000万馬券だよそれ。10連単で決めました。はい、これで行かせてください。いや、なしこさん、一回なんかあの、なんすか、その1、ん俺、単勝1億かけるんで。あ、オッケーです。単勝1億でオッケーです。ご飯を食べながら。いやー、持ってきちゃったんよ。いいですね、私もココイチのカレーとかいただいちゃいますよ。いいですね。いいな、豚生姜焼き弁当、唐辛子マヨネーズ食べます。うわーすごい。みんなすごい。うわー、やだー。いただきまーす。うわー、すごいでしたー。こんな真顔で。こんな真顔なの、選手たち。俺ら、大ふざけ。頑張れ。マッソーイ。マッソーお前。マッソーイ。おフナティックペイント。おでこにフナティックペイント。ああ、ボド。ほんまやボドや。え、これコイフル。これコイフルだよ。あれコイフルこんなボドだっけ。ボドやね。マジでボドだわ。マジでボドだわ。このアングルボドだわ。ボドだわ。すごい青年ボドなんだ。めちゃくちゃボド。若き日の綺麗な綺麗な。でちょっと年取ると次なんだっけ、実機だっけ。めちゃめちゃボドやわ。おー、来た。早い進行。うわー、来るぞー。アンチはミラバイですか。 COL に寄ってます。ボヤミラ E36 入れるよ、これ。ミドルエン読める。 E36 の構成は E36 どこ。ガトクリバンガカウント。カウントか。カウントいいね。これガッツリボヤ。エッジはもうわからんか。がっつりぼやだね。まあ、ぼやだね。ぼやー。やったれ。頑張れ。あ、勝ったな、俺。うわ、バーキンボがむずい。EMP 食べたな。通路？あと一人。絶対死んだらあかんで、これ。おいー、うわ、強っ。うまい。ナイス。ノーダウニー。レッツゴー、ベイビー。レッツファッキンゴー、ベイビー。きつすぎ。だこれ外れるんや、こっち。いやー、来てるわ。うわ。いや、リキッドもうまいな。リキッドうまいな。よう耐えたね、今。耐えたね。うまいね。取り切ったな。各オートだ。ナイス。16か。まあ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 。お？これ GG きつくなったか？一応ニューキャーウルッとあるよね。いやーノックタイムが割り切りいった。よっ。おー、取り切った。ただまあさすがに GG ですか？全員アキンボじゃん。全員アキンボだよ。ガチで全員飽きんだ。おーい、わー、おー、強い。 GG。 おー、 GG です。 GG じゃん。 GG です。ピテうまいな、戦い方がうまいね。なんか全員味方のカバー取れる位置で戦えてる。突っ込まずに。素晴らしい。これでノーダウンやばいよな。うまかったね、このファイト。でもへしこさんは一人で3盾できるでしょ。できないよ。できない。できないよ。
じゃあなんで生きてんの？What? What? そうですね。そうですよね。ああ、ちょっとスペゲスさんちょっと今日調子悪い。でもできないできないけど俺サクさんよりは勝てるよ。サクさんよりは可能性ある。できる可能性はね。できないけど。まあそうか。おこれやっぱアンチ岩軍ちゃうこれ。そうやね。うん。アンチ読みのヘシコですか。いやシコロクの時ユキオさんめっちゃ助けだしな、アンチ読みで。そうなの？うん。でも結果では助かってなくない？あ、結果でも助かってたでしょ。いつの話だ？いなかったら左側キャッシュ拾って。俺らが世界大会決めた時。コロナで行けなかった。世界大会決めた時。決めたね。そういえば。いやあれ残念だったな本当に。いやー行きたかったよな。行きたかったね。世界大会決めた時。さすがに行きたかった。でも世界大会あったら行けたなっておもろいよね。あっちから行けてたらやばくない？普通に。うん。もともとないとは言われてたけど、あったら行けてたのおもろいな。あんな、もうただの男の子たちが。確かに。よう考えたら。そうしかも、あの時一番癖の強いムーブと構成してなかった。ジュニアたちがね。多分、マジで人気というか、なんかその話題になってただろうな。ジュニアたちがね。赤鉄骨折りあん時って。あの時もう、ガチの、ガチのラカコじゃない。いや、テラガコじゃないだろ。いや、ガチラガコだよ、最初ガチラガコだと思う。ガチラガでお前ら世界大会行ってたの。一番ホットだった時だよ。確かそうだった。やばいな、よ、そう考えた。だいぶ環境変わったな、マジで。リンさんさ、こいつらよく羽の横通ってんだから、ぶち殺せよ。いやだから、よく通ってて。こいつらただのキルポだろ。たまにスクリームで咎められる。そう、たまに、ね。俺らに絡むパーティーって大体不幸になるんだよ。ガスで一生耐えるから。そうだね。絶対に勝てないけど不幸にはなるんだよね。ガチラガコでウィーク3まで1位だった。やっぱ、えぐいね。持ちすぎるよ。周りは頑張って反省会とかしたけど天才じゃん。俺ら鼻くそほじりながらやってた。鼻くそほじりながらケツいじりながらやってたもんな。最悪やろ。おもう一あー来るやばいファイトだ。フナもう一フナファイトだね。いやフナは勝つでしょさすがに。いいよ結構来てる。ニューキャ割れてる。いやーこれおいおい死んだね。死んだおー死んだ。いいよおーいやふなってってか、待てまた DF じゃん。 DF だ。死んだやば。うわーなんかなんでこんなとこに。あでもこれリキッドきた。まずい。強いけど。うわー待ってあと1人だ。いやライカだな。マジやる。うわ。ミキー。これ。ちょっとライキーに。あるぞ、全然。ニキー。間に合ったらいい肉が。間に合う。おお、やったー。やーばー。熱ー。すげえ。熱い。うわ、すごい。こういうとこもすごいよね。アホゲ！ファルカンズのファイトなんてどうでもいいわ。おお、復活者。おお、どうにかなるのこれ。やば。すいよこいつら。6キル？5キルか。熱いね。5キル1ポイント。いや気づいてない。終わった。いた。ああ終わった。これ GG2 連チャンプくんのか。これマジであるじゃん。これマジ最速4試合で世界大会終わるみたいなある？あるね。冷え冷えじゃん。GG さずっと調子よくない？いやマジずっと調子いい。グループステージからブラケットステージまで。うわ強っ。強っ。ライトがえぐい。ライトくん。あー、すごい。これ、GG の。さすがに？おはぁ！バンジョー、うわぁ！強っ！解除して！
解除して撃つんだ。うますぎ。うまキモすぎ。待ってこのニューキャスうますぎ。これジーニアスだわ。うまいニューキャスル本人来た。やっば。まマジで。大気もるわ。ちゃんと。大気。大気もるわ。え大気じゃん。え大気じゃん。え大気の方が似てる。ガチ大気じゃん。大気も頑張ってるよほんまに今回。え大気じゃん。さあ始まりましたマッチ3。今日は浜ミラルがお送りしております。ありがとうございます。いやこれジジイキャンタマ寄ったらえぐいけどな。普通にもう12ポイントは取れるやろ。いやもうこれは寄るでしょ。寄ると思うよこれは。ロシアでもこれはもうほぼ確でしょ。うん、ほぼ確で寄る。やばいって。もっと見てえよ俺。それなんすかずっと言ってるやつそれ。え、まあ、まだこれで終わんないよスペゲスさんの、うん、普通にもっと見たい試合をいっぱい。本当に言ってるうん、女子大会見たい感染大好きよ、エイペックスも。スペゲスさんちょっとよくわかんないな、ね、今日いいっすね、でもスペゲス何言っても突っかかられるこいつマジでさ一個一個の俺の独り言に突っかかるいやだって本当にわけわかんないことばっか言ってるもんねえ、予算は。いや本当にスペゲスさん今日ちょっとおかしいっすもんだって。おかしくないのにおかしくされてる。こいつの一声で。一声で。いやおかしいっすよ。おファイトファイト。おファナティック SSG だ。SSG ちょっとヘシコお前静かにしろ。ちょっとスペゲスさん一旦ちょっとはい。頑張れファナティック。いやちょっと時間がこれちょっと待ってるねー。やばい。やばいねこれは。ああきつー。ずっと漁夫やの。なんかアライアンスがファルコンズに詰めてね。おなんか各地でやってる。やばい。なんか詰めてるし。ファルコンズが死。これさ死ぬ。あやりすぎやりすぎ。この八角殺しに行ったんだ。いや違うファルコンズが元々取ってたんだよ。あ、アライアンスは潰しに来た。アライアンスは突っ込んできた。お前か。あーこれ、まあ、これは無理だ。あーわー。多分打ってないな、ファルコンズ。ポイント行ってます。なんだこれ、なんでえ、どういうこと。ちょうど多分、おそらくちょうど。いや、うん、そうだね。いってる、いってる。俺、意味わかんなかった、今。え何あ、いや、なんでもないです。13位だ。無事これまあどういう感じなんや。なに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 びっくりしちゃった。うわこれあークレバー、当たんないのそれ。あにょまれてかクレバー2枚かよ。これ当てなあかんわ。クレバー2枚えぐ。当てや今の。終わってる。おっ落ちた。強っ。落ちたけど強い。うん強っ。サンドイッチ。わーお EF だ。おいおいクレーバーも当てんし何をしようや。何しよう。何すか。クレーバー当ててからがよかったね。そうだね。強いね。コーチ全然嬉しくなさそうやん。なんなら下向いて。なんかやべえ勝っちまった。やべえよ。今日も試合長くなりそうやな。早く終わってくんねえかな。終わっちゃいますよだってスペースさんジジイ取ったら。はい終わってくれやもう。お前やばい。なんすかそれ。お前スペースさん。もっとさ。いや違う違うあのみんな早く、まあ、給油とランクがしたいじゃん。ああ。うん。
なんか嬉しい。泣いちゃった？いろいろ言われすぎて。違う違う。泣いてもないし、世界大会が面白くないわけでもない。急にと早く難航したい。ああ、そうですよね。ああ、なるほど。ちなみに、今日に関しては、今日の昼1時ぐらいに、スペゲスさんの方からオハニョス、決勝一緒に見ようって LINE 来たんで。かわいい。かわいい。オハニョス。ユキオさん見たいかなって思って、俺と。かわいい。毎回ユキオから誘うじゃん。だから、スペゲスさんね、なんかたまには俺から言わんとあかんかなって。お前。ちょっと楽しみにしてたやん、決勝。いや、お前。星が。かわいい彼女やん、お前。ちゃんと。いや気使って一緒に見ようって、力も与えなあかんやろ。たまには誘わなきゃ。人間関係一緒に見よう。いいな。ギブアンドテイクやん、人間関係。そうそうだね。なんかエイペックスやるときって大体自分から誘ってくるよね、エイペックス関連。そうそうか。よよよよ、サクサランク。そうそう、なんだ枕言葉。なんかすごいね。言葉返事しないと絶対にカタカナでハローって言う。10分おきくらいにカタカナでキモすぎるやん。10分返事来なかったらおいらいしてくる。ハロー。10分でおいらいは誰よ。キモすぎるって普通に。パッキン来たんだけど、フナティックのとこに、ね、マジやばいよ。起こしてない、起こしてない。でもボコボコにしてる。何だこれは。ウェイ、ドルビッチャー。破壊した。しかもさ、ちゃんとバンガールド残してるのでかっ。いいよ、ワンチャン返せる、ね、これさ、残してる判断でかいよな。でかいね。マジでね。パンチは？お、ヒットした。めっちゃ当たってるぞ。IUP2 すげえな。幻影画か。全然これ屋上取ってニューキャルトでもありか、GG は。ありだね。そうやね。うん、どうやって取るかだよな、問題は。コマ戦前がフリーだから。おお、キルボ取った。てかもうこのタイミングなら家入ったってよさそうな。うん。だけど、たぶん情報は。そうか、じじじにいいように働いてる。キル3キルやついない。僕7キル。フナティックも7キルだぞ。おじじじ。うわ、これフナティック熱くね。いや、結構熱いよ。結構ね、熱い。じじもこれきついっしょ、さすがに。お熱い。いや、バンガールとねえのか。うわ、死んじゃった、サツキ。いや、死んだな。うん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 、自由した。1枚落ちて。自由した。うわぁ。きつい、船。なんか GG が耐えてる、耐えてる。え、じゃあこれもう VK じゃん。こうなると VKG やな。これギルドがどっちに割り切るかだよな。そうだね。まあ多分 VKG 側行くんじゃねえかな。うん、俺も行きそうだと思う。戦いやすいもんな、シンプルに。行きすぎ。EMB あるからね。これ TSMB ってことは、頼む。ね、スペゲスさん。いやでも TSM は逆に。お、聞こえてますよ、俺だけは。何なん。いやいや、ごまかしてましたよね。頑張れって言って。頑張れって言ってごまかしてましたよね、必死に。何に疑問を持たれてるんですか。おい、やっぱこれはどうなる。じゃあこれ VKG じゃないか。あ、でもあれ、なんかオールインとレックスなんか抜いてんだけど。あ、これ VKG、 みんな VK だ。 VKG だ。さすが2レイヤー、いいね、あそこから。いいよ、まあ、ニューキャの強みが出ましたね。出たね。タイタンでかいね、あの移動。嬉しいな。いやマジで スペゲスさん助かりました、はい、本当に。何が。いや、もうさっきの最終円ぐらいで俺もちょっと本当に気絶しそうになってて眠すぎて。気絶しそうになって眠すぎて気絶しそうになっててぼーっとしてるところでスペゲスさんの行き過ぎが聞こえてうえと思ってサブリミナル。そんなこと言ってたの。そう、それでぶわって目覚めて流れ星のような生き物。お前ら2人で見とけよ、じゃあ。うるせえから。よく拾えたね、この流れ星。ちゃんと数数えてますよ。俺、船切れんじゃないの。船チャンピオン頼む。うわ。やれ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 。これ床を刺す。
でかっ、そうせ、うわでかい、あーすだめ90、でかいでかい、でかい、うわー、うわきー、お刺したものがでかい、きー、マジで頼む、考えるとさ、リブートでこいつら殺すしかないな、うん、絶対殺さないと、俺ら2、9、10番が9で、2、俺らの攻勢ミラだと、ミラだと思う、ここで耐えてる、ここで耐えてる、この岩まで3で取れる、だからオッケーオッケーオッケー、だから俺らおわ、え、待って、回ってくれたぞ、え、お、ほんとだ、でかだったら右側に圧かけていけばっていうことか、別に2位狙いじゃなくてもいいのか、こうなるとなったな、これはこれ向こう行ってくれよ、俺らそれさ、左殺して2狙いじゃね、これ、そう、殺して2狙いなんかさ、渡りも絶対いるわ、やり合ってない、やり合ってない、やり合ってない、やり合ってる、右殺した方がいい、じゃあ、まあ、0、右殺した、左殺した、右が死んだ、左が死んだ、左が死んだ、左が死んだ、じゃあ左に出るしかない、終わった、終わった、うん、あるよ、待って、俺の番が入ってまり、いや、これ、マジである、マジである、俺、右詰めてるよ、向かい側の車線がえぐい、うわうわじゃあナイス、ここに来たよ、ここに来たよ、ここでプナティックス、プナティックス4位まで上がった、今の10回復すごい完璧です、これはもう完璧やで、一瞬でここ登るのすごい、ブナティックだよ、いや来たか、バナティック、バナリーバナリー、単勝すな、来るかこれ、ライカを支えるこの両翼もついに笑みが出てきました、マッスルさんデコについてる、エグ4位まで来てるやん、やついな、ここでチャンピオン取んの、荒いやつ、これリブートいいな、ゆかいふに当てないように、うまいよね、さつき器用だな、器用だよな、なんかリブート毎回完璧なんだよ、うんね、俺もゆきおさんに当てないように頑張ってたな、リブート、当たらなかった試しがないよね、うまかったよね、俺のリブート、うん、当てないように意識して全部当ててたのかよ、いやマジで当たんなかった、ちなみに俺のリブート、本当に、ああこれか、わたがしさんじゃん、わたがしさんだ、いぶし銀だったんだ、わたがしさん、むつきさんのわたがしさんって、いぶし銀、家長いるくね、え、家がいるよ、家長22いるくね、どこどこ、何秒、ね、5分ちょうど、5分2秒ぐらいの、え、家長さんってそんな前からやってんの、タライでダウン取ってるけど、懐かしい、お前、お前、こワイプ何これ、ワイプというかこの、え、家長いるんだ、この時から家長いるくね、前のこのワイプ何なのこれ、入ってる入ってる入ってる、順位がクソ伸びる入り方してる、あのめっちゃミリだからハイ止めで入るしかない、順位がクソ伸びる入り方してるらしいよ、順位がクソ伸びる入り方熱っ左のさ、地下もさ、そこ狙ってくる可能性あるから、マジで。マジで全部左端で、前入ってきたら。と、フォースが、さあ、死んじゃった。キングさ、キングそっち側寄っとけん？順位がクソ伸びる入り方って、ゆかいふに言われたら、ああ、順位がクソ伸びるんだって思っちゃうよね。順位がクソ伸びる。俺、それ、うみちゃんに言われても信じれないもん。なんでいちいち刺すのお前。お前刺しの柵じゃん。刺ごめんなんて言った。柵刺しじゃん。リド刺す。刺した翔太郎さん。ごめんもう一回言ってくんね。刺したろうじゃん。いや海ちゃんにとってはいいことじゃないからもう一回は言わない。うわえ。現実として受け止めます。ごめんごめん。俺が悪かった。今ななしにしてくれ。なんですか。うみちゃんにね、はい、このアンチめっちゃ伸びるアンチの入り方してるって言われても俺は信じれないって言ったの。見ても勝ち気で来ないかと思いますので。でも認めちゃ認めたらこいつどんどん伸びてくるから。悪化してくるよ。勝ち切れた方がいいよ。これから信頼を取り戻せるように頑張ります。炎上した？炎上したなんか。謙虚ですね。
ああ。これじゃあ、柵の思うツボだ。でも、アンチがクソ伸びるアンチの入り方してるわ、これは。うわぁ、これは。順位がクソ伸びるわ、確かに。これは伸びます。なんか17位から5位まで伸びてる。柔らかい頭。え、ライカ、ライカ、ライカ、アマ、アマ忘れた。アーマーがないぞ。ライカ、アーマーは、ライカ気のせいじゃなかったよ。確実にアーマー忘れてた。忘れてた、完全に。信じたくはない。まあ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 、まあ、まあ考えることが多いからさ。まあ正直変わらんし。おい、SSG ボド、ボドか。青年版ボドかすぎる。やば、これボドが。 SSG さ、なんか2000連続で初動で落ちて2位だもん。なんなら GG まで迫る。え、待って、すごっ。恐ろしい。 SSG、 え、 SSG マジ。なんかあれ、サクさん、え、わっ、え、おおお、止められた。ストッパイ、お前公式配信に、うん、お前抜かれてるぞ。お前の現実の瞬間が、何が、何が、すっきりこれこれか。俺これ昨日も流れてたぞ。お前クイズにされてるやん。えぐいって。どういうクイズだった、ちなみに。誰が勝つ、どっちが勝つっていう。これクイズなんだ。クイズにすんなよ。お前晒し上げられてるやん。お前柵の許可取れよ、ちゃんと。やばいよな。晒し上げクイズやん。強い、強いシーンをクイズにするならまだしも、晒し上げクイズはやばいだろ。人権侵害だろ、俺マジで。普通に訴えていいよ、俺。人権に問題だぞ、これ。やばいよね、かわいそう。俺からしたらなんで味方死んでんだって感じだったけどな。まあまあまあ、ちょっと落ち着いてください。まあまあ落ち着いてくださいよ。答えは何だと思う。味方は勝手に死んだだよ。いやいや、落ち着いてください。落ち着いてください。イライラすんな。落ち着いてください。高間さんも PK しかなかったです、弾が。落ち着いてください、それは。あ、全員死なねえかな、マジで。もうそんな聞かないでください。全員死なねえかな。そんな聞かないでください。もういいじゃないですか、もう終わったことなんだから。いや、もう無理無理。帰る、俺は。ホワイトだ。ホワイトだ。リブート返して。ノクテム、ノクテムスキャン。うわ。これ、バンガールとちゃんと入るくない？入ってる。割れてる。敵の、あ、これ敵のバンガルトあんの。俺が飛べ。避けれる。避けれんのでけえ。アーマーさかなり。お互いリブート切り合ったね。全部使ったね、もう。っていうリソース。よっしゃ、あった。クレーブ。く。うーわ。クレーブ。もう愉快ふた。クレーブ、ベイビー。クレーブ。マジで。ハロー。もう愉快ふ。マジでユカイフや。Are you? 別かこれ。別パーか。別パーのリブート。でも、セナの後ろ来てない。でも、NRG の圧だね。うわ。起こせてないね。いやいやマジでピークするとこがすげー、ほんとにマジでうまいな。えいよ、マジでうまい。さあ、船どこ飛ぶ、どこ、あー右側の下、左の下、あーはいはい。なんかでもヒュー、ん、ヒューリアの一人がこれなんかクリプトか。うわ、抜ける。ウェイヨウレバーベイビー。ウェライキー、なんかラッパー、ラッパー鳴らしたぞ、ラッパー、なんだ、鳴らしたぞ、一旦ラッパー吹き、パラパパパパー。これ踊り回ってる、回線の合図、これで落ち着くんだろうな、一旦。うわ、うまうまベイビー、マジでクレーバーうまいな。
ニューキャッスルだったら。いけるのかこれ。ダメだ。いや、きつい。まあ、2人で。あ、これでも押せそうだな、リフナティック。マジで押せるね。きついぞ。ケイトやべ。クレーバーの圧があれば。車線がエグすぎるか。いや、木がたまれば、うわ。これさ、松木に。うわ。いや、これワンチャンねえかな、ね。ギルドもいるんだよな。まあ、蘇生マジワンチャンだな。右下とファイト全部取り切れたら。ギルドも一旦ここヘイト買わないポジか。ヤンチがいて。てか、うわー、うわー、降りてきた。無理だ。さすがに。あー、しんどいなぁ。ライキーが。うわ、これきつそう、ライキー。ライキーが、なんかライキー。いや、でも別パカーやったの。欲しい。いや、これはちょっときつすぎたな。欲しい。まあ、キルポは拾ったけどね。いや、NRG が強い。NRG あるぞ、これ。あ、NRG あるな。ブリード落ちた。ブリードもジージャも落ちてない？えぇ？ジージャ落ちてる。でもこれ、家が強いな、でも。家が強い。家が強いね。建物の、うん、上が、上段が強いね、これ。これ TSM か。TSM か。さすがに。TSM か。さすがに TSM だ。TSM だな、これ。じゃあ。あー、一瞬で死んだ。おお、さすがに。おい、これマジで熱い。取り切った。終わりません。 TSM だ。 TSM 継続。いや、マジ砂買ってほしい。もう、次何試合目だ。次が9か10。あー、ワールズエッジか。ワールドズエッジです。アライアンス VS モイスト。モイスト、おおおわぁ、ハキス、ハキスさーいね、ハキスさん。そしてとどめに刺しに行くのはアンラッキー。うわぁ、覚醒マキスさん、アンチがエッグ。うわぁ、 GG やん。GG？ うわ。まあでもちょっと。どうだろうね。まあまあまあ。わー、まあまあまあ。わからんな。わからぬな。ちょっと船はどこだ？真ん中下。な、真ん中下。今入ってるね。柱があるおかげで。そうだね。割と安全そう。いや、だってさえあればっていう。これ、フナティック。いけるね。いや、戻ってきた。これどこだ、チャンピオン。これ行くんだ、これ上。やば、マジ。チャンピオンファイト。いや、これ取れたらマジで。いや、きつい。いや、さすがに厳しい。いや、チャンピオン狙ったけど、ここで。しんどいね。まあ、立て直しできないか。めっちゃ頑張れば。いや、俺木ないときつそう。でもそうなぁ、内側からピックルか。うわぁ、まあでもチャンピオン狙うしかないもんな。いいチャレンジだったよな。めちゃくちゃいいチャレンジだったよな。チャンピオンポジをいい判断で、うん、ね、勘違いの10個を掴んで屋上行くっていうのはいいね。俺もいい賭けだよね。その環境に適してる、ちゃんと。右から張り付いていけば。あ、待って、あ、落ちた。入居が落ちた。入居落ちた。やばい、入居が落ちたらまずいぞ。絶対アーマーサーブした方がいい。リブートが。あ、これ武器落ちる。あ、武器じゃねえよ。うわ、大やらかしした。やらかしたな。これはやらかしたな。振り付ければあったな。え、移動で死んだ今の。いや、なんか車線で死んだ。うわぁ、やらかしか。これ肩の位置から3人でムーブしてれば絶対あったぞ、これ。絶対あったね。肩カーテン耐えて、入居壁耐えて、タンクだった。これやばすぎるな。ミスったなぁ。これトラウマです。うわぁ、これ続くか、まだ。これチームリキッドか。うわー、これはつらい。うわ、これはやばいな。終わった。ギルドも無理だ。すごい歓声が。
これ続くの。ブリード、これは続くね。TL なんだこれ、なんだこれ。ブリードか TL か。チームリキッドだ。いや、ブリードも生きてる。ブリードよー。リキッドだ。続きますね。継続。続きますね。まあ、継続、まあ、やるんです。うわ。やばいな。GG の入居は多分メンタルいったぞ、今ので。今のやばいね。ちょっと車線管理がバカったか。いやー、会場の熱気は最高潮に上がっております。絶好調。あー、フックだ。うわー、フックです。フックアンチですか。これどこ予想言っとく。あー、いいですね。俺らが GG だとして、はい、うん、これ見えたらどこ行こうかな。ドームドーム、俺ドーム行くわ。ドームの一番奥ポーズ。 Are you OK? ポーズ。どういうこと。どういうこと。どういうこと。ユキオさん、それフナティックに寄ってほしいなっていう気持ちが前に出すぎた。ああ、これはどこですかね。それでいいのかよ。全然理由になってないだろ。許された。 100点、100点の答えでしょ。じゃあ、たくさんなんて答えた今の。赤死ねよ普通。ユキオさんバカにすんなよ。いや、明らかに今。いや、いいね、スペゲスさん。今の答えはバカすぎるだろ。スペゲスさん乗ってきたね、マジで。お前、まあ、見方もわかんねえで、今、大会見てたの。ちょっと、ちょっといいね。ちょっと、序盤は、こう、疑念を抱いてたけど。やはり、スペゲスさんだわ。お前ら二人で完成してスナイプ、バカ同士。やはり、スロースターターです。スナイプダウンタイプだから。お前ら、バカなんだから、同じディスコサーバーいとけよ、二人。このタイミングで調子上げてきますか。あやまあやま。スペさん。あー、もうゴリクソに置くや。まあ GG、うん、てか TSM いいなぁ。 TSM ゲームウェイやないか、結局フックは。 TSM いいよ。これ TSM あるやん。てか TSM 来てくれ。じゃあでもこれでもパナティック飛んで、バックで飛んで真ん中下とかいけんじゃね。これ多分上と中しか、上と中しかいないでしょ。おい、ユカイフクレーバー来たぞ。きちゃー、世界を変える床クレーバー。きちゃー、まだフリー中央した。おお、中央した。中央した、フェンスだな。いくよ。中央したね、中央した。一応いるのも注意。下がなかったとき注意だね。球団とかだと。めっちゃいいかも。でもこれいけたらマジで熱いけどね、この。あ、いやいやいや。ドゥ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 、この暑いね。物資量で。うえ！何？パナティック？シガル。ああ！パナティック？寄った？パナティックにギョン寄りの。ギョンギョンだね。ギョン寄りした。ギョンギョンの実。あの、ギョンギョンの実の能力だねこれ。これガチあります。見てよ。優勝見てよ。こうなると LCK をしてくる。 LCK をしてるんだね。お、これ取りに来たぞ。え、これ GG じゃない、ここ GG っぽいね。神神神、まずい。 TSM が後ろからノーダウンではある。ノーダウンではあるが、わー、まずい。しんどいな、まずいな、やばい、やばい、まーまあ、マジでね、これマジで仕方ないのが、アンチ奥寄ると思うよな、普通。そうね。こっち帰ってくるとは思わないよね。これをさ、ここでもやるかっていう判断すんのがすごいね。なんか多分挟まれちゃうからっていう理由なんだよ。いや、まあそうだよね。そうね。アンチ見えないからね。てか E36 これてかアンチ見た、やばくね、これ。やばい、 E36 あるよ全然これ。だってもう、てか飛び降りるっていうシチュエーションなら普通に、これだってもう真下やん。やはり TSM は良い。これやばくね。うわ、マジで
エヴァンのやばいやばい、エヴァンなんで覚えてるぞ、エヴァン。マルグレやばい、これはさすがにちょっとやばい、マルグラーやうますぎる。ちょっとハル帰りてんじゃねえのか、ここにこれはこれ見ていいなって、これ見たら帰りたくなるよね。うん、ええー、なー、あの時は一番良かったんちゃうんか、俺がブチ切れてる方が調子良かったっつって帰りてえなエヴァンが止まらん止まらん、やばい強い、止まらん。あーでもこれマップみたいな、でもこれ取り切ってる。いやこれさすがにエンターコース、パスの突しかないと思う。待ってこれ、待って待って、 E36 以外ま点灯してるチームだこれ。おまつりだ、ま、E36 お頑張れマジで。 E36 以外だぞ、やばすぎるマジでこれ。しかもこれマトフェンスまであんのか、もうほぼ格やな。いやもう格で盤石、もうとんでもないミスしなかったら。いや本当にでも分からん、細かい地形に関しては。そういやでも多分下も一応これは別に入ってるから、うん、そうだね、その上と下が中段と上が、そう中段と上が多分同じラインまで入ってるから。そうだね、うん、どこまで入ってるかだよな。もしかしたらこの青コンとか使えるかもしれない。うん、まあ、TSM はちょっと渋いか、渋そうだね、ちょっとしんどいね。真ん中下を潰しに行かないと今のうち。え、これ青コン、え、青コン入ってない、めっちゃ。え、青コン使いそうだね、青コン使えるぞこれ。使えそうだね、これ。これはでも取りすぎる、さすがに。これ取るでしょ、これは。さすがに取れそう。マルグレ対策？えらい。うわ、すごい、すごい、すごいところに。すげえ、パイロンが。ああ。2on2なんだ、これ、ブリードとアライアンスって。2on2だね。え、うわ、取りが死んだ。取りに行った。え、あれ、奥取り、え、奥取り行ったよ。え、36。え、36。あ、え、終わった。え、どういうこと、どういうこと？いや、1人だけ残った、上に。2人でもダウンしちゃったもん。そうだね。わあ、でもまあまあまあ入ってんのこれ、入ってるよね。でもえ、うわあれ、えあでも思ったよ、あ終わった、終わったわ、えっ、あっペロッタ、あペロッタ、えあ SSG だ、 SSG、 うわえ E36 はなぜな、え降りたんだ TSM の方に。んなんか思ったより上入ってなかったのか。いや入ってたはず、入ってた、ちょっと見るか、入ってたよ、ちょっと、うわ、えかんない、もう見返せないわ、もう見返せなかった。何このフィードバック、ちょっとフィードバックじゃない、いやどんぐらい入ってるかって確認してるだけいや入ってはいるよ ね、 ね、この辺、このこれこれ入ってるよね、温泉入ってる、入ってるね、まだこれから打ち下ろせるぐらいは。見てる以上に意外と入ってないな、でも。それでも。そうだね。まあまあ、そう。言うても。言うても、めっちゃ入ってるわけじゃなかったね。うん、これでマップのあれなんだろうね、多分。でも、ここで3人耐えてたら、イージーチャンプ。わからん。E36 して見れるわ。あ、まあでも、思ったより、うん。一応、マップとはずれてるね。いや、SSG か。おめでとう。まあまあまあ。でも、大逆転だな。ね、大逆転だね。最初の2戦、もう。大逆転やん。大大大逆転。えハルコン20位、やばいね。意味が分からん。意味が分からん。なんで本当に大穴だったわ。これガチで大穴すぎる。穴中の穴だった。逆大穴だよね、これ。逆大穴さあ最後に逆王はな、まあまあ、ワンチャンその E36 あれじゃない、ワンチャンその20位、19位からチャンピオンシップ確定っていうのは分かってるから、うん、そのキルポをしっかり取りに行ったんじゃない、自分らから。うん、まあ確かにね、可能性もあるし、まあ、なんか普通に一人だけ上から車線残してで、そうね、奥を作戦ではあったらね、そう奥をこうイージーに取り切れると思ったら
意外と消えそうな。よりって感じ？まあそうかもね。確かに。右と戦ってるのうまかったですね。てか最後アライアンス一人ペロったよね、アンチ。ペロったね。まあでも。だけど、まあ、アーマーもなかったから。言うて、SSG あんまなかったか。なかった。アーマーほんと3とかしかなかった。じゃあ言うてか、別に。おい、フナティック6位なんだから、讃えろよ、お前ら。おめでとう。おめでとう。いや、ほんまに。もう、安定しすぎてる。クノースでもお疲れ様や、ほんまに。マイサイド面白かったね。18位か、まあ。チャンピオンシップ確定させてきたな。確定だね。確定したね。確定でかいな、マジで。待って、ちょっと待って。LCQ 普通にプロリジャンメンツ。そうだよ。LCQ って勝つとどうなるんだっけ？勝ったら何に出れるの？しかもお前、船降りろよ。お前。船降りてんだよ、もう。なんかわかんない。船降りてるからわかんない。調子上がってきましたね、スペゲス。上がってるわ、これ。船降りてんだよ。何を考えて今ミラーしてたのずっといや関係ないだろこのミラーとはすごいどうなの LCQ 関係はないけど どうなのすごいスペゲスさんだうんどうなのだってヘシコだったら LCQ 出てたよねでしたよあれだよあの CR を CR 潰しに行って荒れた大会だよ覚えてるうんうんあれあれあれなんであれいやあれは分かってんだけどヘシコあれ何のためにやってたのヘシコはいや分かんないあもうおしじゃあもういいお前いや分かんない分かんない分かんない自分が出てる大会が何の大会か分からないで出てたのいやお前何かに出れるのは分かるけど何に出れんだっけそれってお前何に出れんのお前やばすぎるって何に出れんの LCQ お前やばいじゃん教えてあげてくださいもう、うん、教えて何かじゃあ行け教えてあげてブレインデッドじゃんお前あまりにもだろう、うん、あチャンピオンシップに出れるんだそうだね上位2チームじゃあチャンピオンシップ出るために頑張ってたんだよね、うん、あそうね俺はそうだねうん。ちゃんと来た。俺はさ、チームメイトは別に関係なかった。これはなんかあったからね。俺はそうだけど。俺はそう。チーム入ってるから出るまで、大会には。勝つために CR にまで被せたけど。なんで被せたもんかもわかんない。叩かれもしたけど。なんで叩かれてたのかも知れないし、知れないし。理由はわからないが勝とうとはしてた。お人形さんじゃん、お前。操りお人形さんや。お前すごいな本当に本当に適当に生きてたんだねやっぱり